なんか踊りにくいですね。こんばんは。よし。ありがとう。ちょっとだけじゃなくてアンケート取られて。こんばんは。え、なんかずっと前髪なしになれてたからやっぱ作ったら難しい。なんか気になっちゃう。ちょっと前髪ありがとうございます。アイカが iPhone って言うとしたらアイコンって言うとさ、いろいろ混ざってるんだ。こんばんは。初めて劇場のアイプ泣いた。うちいいね。初めて来てくれたんだね。秋は向き合えない。そう、意外と長かったよ前髪切ったんですけど、今日昨日の夜に切ろうか迷ってたんです。すごい深夜まで迷ってたんですけど、結局寝て、で今日の朝切りました。めっちゃクリスマスで酒盛りしてる人たちいる。いつもと一緒。こんばんは。こんばんは。雰囲気変わります。あら、こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。自分で着て、そう着たけど意外とな、長かったからな、もうちょい短く着ればよかったって。伸ばす予定やってんけどな、ちょっと切ろうと思って切りました。ほんまに前髪より方が若く見えるんや。で、でもなんかちょっと踊りにくかったから、次はまたなくすかもしれないです前髪。ペリペリ。おとといの公演、新幹線入れなかったけど昨日公演キャンセルもして、よかった。なんか昨日出てない。でも晴れたならよかった。自分で切りました。染めたいねん。染めたいんやけどまだ。そう。染めたいけどまだ決まってないです。クリスマスの大阪がおすすめ。寒いって。見ました、渚さんの YouTube。クリスマスのさ、大阪のおすすめ。たこ焼き。あれよ、梅芸のクリスマスタワーじゃない、ツリータワー。なんかこの間さ、梅芸のさ、クリスマスツリーの前で写真撮ってん。アンジュのクリスマスツリーだけ撮った。いい人ね、撮れよ。マジでさ、クリスマスの梅芸のさ、クリスマスツリーマジですごいのある。ほんまに毎年すごいよな。もうそのまま舞台見に行きたいもん。メゲのクリスマスツリーに行ってください。めっちゃおすすめです。でもやっぱクリスマスのイントネーションクリスマスのクリスマスのおすすめの大阪、おすすめの大阪、大阪のおすすめ、何やろう。やっぱ何やろうな。やっぱって言ってない。何ピニは逆に何おすすめ。思いつかへんけど。やんな、アンジュも梅芸のしか思いつかへん。うん、そう、アジアイカの舞台見に行ったかっていう。でもその日やってたあれやってん、空港やったよ。そうやね。うん、230の肉うどん。ああ、気分見ました。それをあのアメリカンドッグって言う。あ、そこだ。違うよ。この時期あれやってんじゃん、梅田のさ、うん、いただきま
の阪急のとこでさ、めっちゃ綺麗なイルミネーション。え、イルミネーション見に行きたいよ。やってるん？ああ阪急の。あ、そうそうそう。阪急のとこ。あそこ行ってほしい。行きたい。あそこめっちゃ綺麗な人。確かに。鈴？金みたいな。わからへん。あるな。あれめっちゃ綺麗。あ、でも可愛い。ベルのイルミネーションなんやって。うん。調べ終わったで。うん。うん、めっちゃ綺麗、うん、行きたいのにサーモンですね。サーモンとイクラ丼みたいな。こんばんは。頑張ってるな、みんな頑張ってるな、みんな頑張ってるよ。え、はるかさん行ってらっしゃったんですか。行きたい。あとどこやろ。こんばんは。え、かっこよかったです、うーかさん。本当にかっこよかった。ここがいいね、気になってます。あら。街普通に綺麗やん。で、ちょっと飾ってるイルミネーション。こんばんは、こんばんは。ごめん、聞いてなかった。サンタさん来るかな、来るかな。今年も24時間でカラオケありますね。聞いて。歌うんでしょうか、私は。どうなんでしょうか。サンタさん来るかな。100回記念おめでとうって、100回じゃない公演で。え、全然嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。あらあら、こんばんは。ね、そう思ったんですよ。いや、2回前ぐらいやったやつじゃん。1回前です。あれ2回前ですね。あれ2回じゃない、2回でしたっけ。2回の日、あ、夜だっけ。てんじゃん。なんか今韓国にアイブっていうグループがすごい好きなんですよ。元アイズワンのボリョンちゃんとかユジンちゃん所属してるグループなんですけど、その子たちにハマりすぎて、公演中にスマホたちみたいにかっこよく綺麗な感じにしたいなと思って、みんな踊ってアイブのこと考えてそうやな、ツリーに名前書いて吊るしときます。確かに、そしたら来るかもしれん。こんばんは。いや、じゃあね、アンジの前髪作ったら前髪しか意識なできひんからな、だから嫌やね、前髪作んの。なんかな、すごいな、意識しちゃうね、前髪崩れへんかなとか意識しちゃうから、だから名前が嫌やねん。でもなんかすごい薄い。ごちそうさまでした。ネットで今小説見えるから、どうせなく見える。いい、めっちゃ美味しかったんけど、完食しましたよ。琥珀って、白ご飯のコーナーに感じて、チラチラ映ってくれやん。ちょうど白ご飯が読書タイムみたいになってね。ちょうど、あなたのお姫様ありがとう。正解。私もイソちゃん推しです。ねえ、こんばんは、こんばんは。ホクホクっていうの、答えるっていう、答えてくれてるのめっちゃ可愛かった。ね、本当ですか。いい、ありがとうございます。めっちゃなんかじゃあやらねえじゃん。復習回収する、来てる来てる来てる、まあ、じゃんそれだけでいいよ。あ、こことここありがとうございます。このセリフの、あ、こういう画面ちょっと準備してくれてたでしょ。来るかも来るかも。で、長いな、ほんまに。え、萌えゼリフ、ほんまに。そうだね、ねえ。うん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 、あれだわ、全然大阪じゃないけどさ、うん、クリスマスでもないけどさ、この時期お疲れ様です。この時期のさ、うん、あの冬にさ、あの宝塚大劇場行きたい。懐かしい、なんか懐かしい、もう最近行ってないもん、ほんまに。いやー、マスクつけます。前にさ、うん、あの宝塚のさ、うん、SS 席取っとってんやん。失礼、言ったっけ、過去の話。SS 席取っとってんけどな、うん、あの公演かぶってさ、行けへんくてさ、お金だけ払って、泣きそう。めっちゃ高いんじゃん。やばい、な、一番ちょっと飛んでった。ハンジには考えられへん、泣きそう。そんな、なんかさ、
うわそれはそれは悲しい。2階の B とかやったらまださ、どこの組の方をどこやっけな、星かな見たい、星か、星か月か、どっちやっけな、レイマコトさん見に行って、レイマコトさんってまだいてはるっけ、いてはるか今トップか、うん、なんかめっちゃ前からいてはるよな、ね、今こっち雪行きたいね、なんか浅見純さんみたい、え、あ、そっか、ありがとうございます、そっか、12Kさん、ありがとうございます、そっか、やばい、アンジュはもうあの時から記憶が途切れてるけど、そっか、どの時から、え、あのトップの方が変わったから、うん、5種類ってやばくない、あのマーヤキホさんの時代、あのマーヤキホさん、ありがとう、ファントムされてた、ね、から変わったんか、うわー、宝塚行きたいな、久々に、あ、行きたい、なんか舞台見に行きたい、アンジュ、うん、はい、ひろくさん、ありがとうございました、ありがとうございました、よい、なっちさん、ありがとうございました、え、なあ、姿勢が常にビ、あー、なぎささんが返信で返してくださってた、ありがとうございます、ありがとうございます、まなべさんってスケベに書いて、頑張って見つけます、見つけます、見つけます、なあ、でもいつか出たいな。最終回が発売日で。嘘つけ。一緒にやらない。ここ2年ぐらいやってない。ウェイ、ウィー。あいつガールズメディア見たり。昔の。しかも本当。今日の晩ご飯。でも私食べないかもしれないです今日。ね。ちょっと頑張って水をいっぱい飲むという努力をしようと思って。なんじゃセリフ覚えるの大丈夫、苦手です、私覚えるのが苦手やねん、そう苦手やねん、アンジュ覚えるの、最終巻ちゃんと買ってマジでなんかもう高いわ、ハイピーリミゼって書いて、ああね、アンジュはあの東方ミュージカルさんのモーツァルトに出たい、ちょっとどうした、マジでいい話だった、バイバイ、マジでみんなって呼んでほしい、いや可愛いもん、びっくりした、なんて言ったって可愛いもん、ね、え、うん、モーツァルト出たいです、コンスタンツェ役をしたいです、私はダンスはやめられない、歌いたい、そうそうそう、生田絵梨花さんがされてた役したいんです、ファッションじゃないから、あれファッションだと思ってんの、高校の遠足でレミゼラブルさんに行かせていただいたんですよ、その時にその初めて生田絵梨花さんが出ていらっしゃる舞台を見たんですよ、声がすごくてお綺麗で、ロレ使っても、え、全然大丈夫、大丈夫、ありがとう、いつか出たいんです、舞台に出れるように、その時まで頑張りたいと思います、頑張れ、アンジュ、にゃーにゃー、大好き、にゃーにゃー、やだ、赤ちゃん、アンジュ、え、15分経ちました、経ちま、お、取った、よし、ランキング読みます、13位の方、13位の方、誠さん、ありがとうございます、ありがとうございます、12位の方、ジョーさん、ありがとうございます、11位の方、2番目のトモさん、ありがとうございます、ありがとうございます、10位の方、ふみさん、ありがとうございます、ありがとうございます、9位の方、かきあげさん、ありがとうございます、ありがとうございます、8位の方、味方町さん、ありがとうございます、ありがとうございます、7位の方、よしラッシュ鍋の人さん、あらしか、あ、クリスマスや、ありがとうございます、ありがとうございます、6位の方、村人 T さん、ありがとうございます、ありがとうございます、5位の方、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます、ありがとうございます、
4位の方末広さんありがとうございます。ありがとうございます。3位の方鶴丸美又王さんありがとうございます。鶴丸美又王さんありがとうございます。2位の方鎌狩さん、鎌狩さんありがとうございます。ありがとうございます。1位の方ファントムさん、ファントムさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ゆっくり休んでください。ではおやすみ、バイバイ。